伊藤純也の幻の同点弾、王者パリ SG を脅かすプレー。スタッドドランスだから。スルーバット。ダラミに折り返して。あ、よかった。伊藤だ。来た。伊藤のシュート。あ、来た。あ、そうだね。あ、まあそうね。あ、残念だね。伊藤の素晴らしかったこのトラップ透明オフサイで消されたゴールのシーン、左のシュートフェイクで振った足を軸足にして右でトラップするのうますぎる。自分が伊藤だったら発狂するわ。1ゴール3アシスト未遂くらいあったなわら。伊藤ひいき目なしに普通に別格すぎる。伊藤以外がひどすぎた。伊藤純也対パリやないかい。あれ、伊藤お前でもよくね。右竹、中竹か鎌田、左三笘。さすが久保からスタメンを阻止する男、すごいわ。伊藤すごいな。すべてのチャンスメイクは伊藤絡みで PSG 相手に最も脅威になってる。もったいないな伊藤純也。もっと良いクラブ行ってほしいな。気がつけばフランスリーグで最も成功した日本人になってやしないか。松井大輔さん超えて。伊藤パイセンめちゃええやん。相手チームにいておかしくないレベルやん。伊藤プレミアでも全然やれると思うけど。伊藤はなんでプレミア行けないのかわからない。伊藤はこのレベルのチームじゃもったいなすぎる。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。